ケイントメモリーは日本の大池馬場に所属していた競争馬である。2013年のオーバルスプリントなどを制した。2013年ナーグランプリ4歳以上最優秀、ボバ、2013年 TCK 大賞。2008年のオータムセールに上場され、内海正明に525万円で落札された。2009年7月に坂井秀光を背にデビュー。 初戦3話審査で、勝利、続く、フレッシュスター特別では、翌年のジャパンダートダービー勝ち馬であるマグニフィカの3着に、敗れる。3戦目のポインセチア特別では、ビクトリースガの5着に敗れこの年の戦いを終える。この年初戦の副受賞特別では、シーズ・ザ・ゴールドの4着に、5戦目の若獅子特別で、菅原愛沙を背に2勝目。体格やレースぶり、 適正を考慮して早くからクラシック出走を諦めていたが、1700メートルを試してみようと、京浜杯に出走、4コーナー手前で失速し殿に終わる。その後適正距離の1600メートル線に戻しに、連勝。黒潮杯へ向かう。黒潮杯では、森タイトを背に出走。先行作に出たが直線粘れず10着。 この一戦を最後に引退するまで1600メートル以上の距離での出走はなかった。この後1200メートル戦を2戦消化し一勝。2010年は結局8戦4勝に終わる。2月の大井開催で復帰。持ち味の先行、逃げの足を使い、この年6戦してすべて副将権に入る。6戦2勝。この年は1月のガーネット賞競争から始動。 工業ダグラスの5着に敗れる。2月は12ウィンタースプリントに出走。一度も花を譲らず勝利。オープン戦初勝利となる。3月の東京スプリング競争では一番人気に、押されるもスタートで出遅れ、追い込んだものの前を捉えることができず4着。この後オープン戦、準重賞などを使いこの年8戦2勝。2013年は前年勝利した。 ウィンタースプリントから始動、超多強を背に先行するも、直線伸びることなく6着。このレースに起乗した超太鏡は、太いんじゃないか。と述べている。2月は、笠松競馬場で、開催のオッズパークグランプリへの遠征プランが立つ。しかし、フレグモーネを発症。遠征は白紙になる。また、これを機に一から馬体を作り直すことにした。 そして迎えた4月の北斗奈良星競争では、長田京に代わり元橋光太を背に出走。馬体は前レース比でマイナス10キロと絞り見事勝利する。この時初騎乗の元橋は、当時のことを初めてまたがった時、背中が良く、なぜこの馬がこのクラスで足踏みをしているのだろうと思った。と語っている。ここから主戦騎手は元橋となる。 5月は3度目の川崎遠征。コースタートから鼻に立つと、最後の直線は後続を突き放し解消。2連勝とする。その後6月船橋競馬場の形成坂月、グランドマイラーズに出走。レースではコースタートから短期逃げ。最後の直線でもスピードは落ちず、8番人気の評価を覆し勝利。3連勝とし、重賞初制覇となった。 7月は、地元大井のサンターニタトルフィーに出走。このレースでも逃げ、危なげなく勝利。4連勝とし、重賞2連勝。6歳馬ながら完全に本格化した。そして迎えた9月、初めての浦和競馬場遠征となる、オーバルスプリントに出走。レースでは、コースタートから花に立とうとするがエブダッチマンに花を、奪われに番手を追走。 交渉面でエーブダッチマンが失速し、先頭に立つ。そのまま4コーナーを迎えると追い上げてきた、大勢レジェンドと直線で一騎打ちになるも最後は2場審査で、勝利。5連勝、重賞は3連勝で、馬、安城の元橋幸太、共に、初めての交流重賞勝,勝利となった。その後は、金沢競馬場で開催される JBC スプリントに、遠征する。 初めての長距離遠征からかプラス11キロでの出走。レースではエスポアールシチーの前に立ち短期逃げ。しかし直線で追い上げてきた JRA 勢に抜かされ結果の着。初めての J プニー競争で検討した。この時のことを旧車でセイントメモリーを管理する小林大輝休務員はうち枠から思い切っていく最高のレースで頑張ってくれたが、 調整では後悔が残っています。と話す。実際にセイントメモリーは初の長距離遠征にもかかわらず、寝わらまで食べてしまうほど落ち着いていたという。その結果、余裕を残して輸送したものの太めでの出走となってしまった。この年、重症3連勝 JBC スプリントでの五着などの功績から、ナーグランプリ4歳以上最優秀ボバを受賞。 また2013年度から初めて創設された TCK 対象にも選定された。この年初戦は東京スプリント競争8枠15番での出走となってしまい。花に立てず見せ場なく9着に終わる。続く先玉杯では前年制したオーバルスプリントと同じコース同じ距離となる。レースでは2番手を追走したものの4コーナーを前に失速。 そのまま6着。この後矛先を地方馬限定の重賞に切り替え、前年制した形成さかき、グランドマイラーズに出走。花を主張するも直線で当選アドミラル、ソルテにかわされ3着に敗れる。その後こちらも連覇のかかるサンターニタトロフィーに出走。6番人気だったが、先行作から直線花に立ち。 追ってくるグランディオーソニーには審査をつけ解消。復活となる。そしてこちらも、前年制した、テレ玉杯オーバルスプリントに出走。スタートから花を奪うことができず、行位を追走した者の,の交渉面で失速。最後の直線で盛り上げる者の,の6着に終わる。10月は、大いに戻り、マイルグランプリに出走。終始、ソルテの外を追走すると、 最後の直線で先頭に立ち、追ってくるグランディオーソを、花さでしのぎ重傷5勝目とする。12月は、浦和競馬場のゴールドカップに出走。浦和競馬場で5連勝中のリアライズリンクスの2番人気に、押されるも、最後失速。発着となる。結局この年は7戦2勝とした。この年は2月の富士のウェーブ記念からの出走。 敗れたゴールドカップの勝ち馬リアライズリンクスが人気の中5番人気となる。レースでは花を主張するリアライズリンクス、ジェネラルグラントをマークする形で3番手を追走。直線に入るとうちの2頭を尻目に手応え十分に伸びそのままゴール。後続に4馬審査をつける解消。これで重賞を6勝目とした。その後、 軽い休養を挟み5月の柏記念に出走。レースは、災害枠から出口で先頭へ立ち、交渉面まで短期逃げを図るもそのまま、失速、発着に終わる。その後は、毎年同じく、京成坂月グランドマイラーズ、3連覇のかかるサンターニタトロフィーと出走するが、見せ場なく12着、14着となる。地方限定重賞でも目立った成績を残せなく、 なってきたまま、東京坂月、JBC スプリントと消化するも、両、レースとも10着で終わっている。この年6戦1勝。この年は4戦するが1勝も上げることなく、6月の京成坂月、グランドマイラーズを最後に現役を引退した。引退後は、大井競馬場で誘導オーバーとなる。5月25日に大井競馬場において、バナシーマした際、そのまま、 警備門を突破し、八塩橋交差点付近まで約1.5キロを走行する。八塩橋交差点付近では、ワゴン車と衝突し外傷を負うも、その場で警察官などにより保護された。ありがとうございます。